あの入るきっかけってか一つね、うん、あの関東学院の最初の入る時の雰囲気に似てた、うん、雰囲気あの入る時っていうか関東学院のその雰囲気に似てたそのチームがね。そうなんすね。印象がね。だってその時まだなんかあれじゃないですか、なんていうんですか、今とは全然違うわけじゃないですか。まあ違うね。でもみんなサッカー好きで、はい、本当に頑張ってて、いいっすね。すごいいいチームだなと思った。一試合だけだけどね、やっぱり。いや、はい、でもそれでも分かった。でその一試合でも分かるぐらい。そうだね。めちゃめちゃいいチームじゃないですかね。そうだね。大学を卒業してサッカーもしか考えてなかったって言ったじゃないですか。でもこの2012年の時にはあの今働いてるところに入ったんですよね。そう。でこのサッカーと仕事の両立、最初の方はどんな感じでした？きつかったですか？きつかったけど、はい、そんなに、はい、なんか体もきついっていうわけではなかったな、俺は。まあ、人それぞれだと思うけど、はい、だってこの時はまだ夜ですよね、夜練習。そうそうそう。仕事朝行って、はい、で、夕方終わって、はい、で、そのまま練習行って。で、しかも、これいつですか、ここできたの？ここはね14か15。練習が午前中になったのは、はい、15からか、うん、じゃあアイカム、ここか、ここ使い出したのか、そこ、それと同じタイミングですか？あ、ここはもうあった。 あったけど、夜とか使ってた。そうなんですね。夜だし、仕事で今、そう考えたら今相当いいっすよね。相当いいよ。その最初にで今もうその入って今所属してる選手たちは、うん、あれですよね、もうギリギリここもできてて、そうよ、午前中練習をしか知らない選手だと思うんですけど、せいやさんだけここもできてなくて、うん、午後、いや夜か、夜練習を経験してます。きつかったですよ、ね、人もいなかったからね。あ、そうっすよね。全員が集まるのが、はい、土曜日だけ。へー。かな。あと人工芝使えるのが金曜日だけ。ここじゃない、千曲のグラウンド使わせてもらってたから、はい、へー。あとは点々としてた体育館とか、あ、中学校のグラウンドとか、はい、すごいっすね。8年いると変わるもんなんですね。楽しかったよ、でも。あ、本当ですか、うん、でもここそのせいやさん入った時から一部ですもんね。一部で福井と争う感じですか？福井ジャパンと。あ、それをこのその環境でこうしのぎ削り合ってたって考えたら絶対 この時の方がタフっていうかね、ハングリー精神みたいなのはあったかな。あったっすよね。絶対そうですよ。すげえな。だってそれでこの結果をせいやさんはずっと出し続けてるわけですからね。たまたまレベル、リーグのレベル関係なくですよ。たまたま。たまたまですか。またまた。はい。たまたまとまたまたかけたな、お前。はい。で、ですね。ここから、あ、じゃあちょっと優勝した時の話も聞きますかね。2016年に、リーグ初優勝します、はい、この年からですね、あのせいやさんの大学の時の監督である小林慎二監督、はい、よくないわ、本当によくない。お前結構さっきから噛んでるからね。どうするんですか、ね、この動画はマジで。さっきから噛みすぎだよ、俺突っ込んでないとこもあるからね。え、突っ込んでないとこもあるからね。本当ですか、うん、どうしますこれ。いや、お前の編集次第。編集、あ、瞑想してるわ。編集次第だよ、はい。2016年にリーグ初優勝、はい、でこの年から監督が、はい、大学の監督が違う違う。じゃあマジ良くないよ。チャチャ入れてるんですか。チャ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 入れてる。今のまま言ってたらなんで笑ったのってなってたから、ま、危ないよ。危ない。何回やり直すんですかここ。小林ね、なんかあったって思われるから知らない人。この時からね、小林慎二監督が2016年から、はい、就任されて、はい、その1年目で優勝します、はい、どうでしたこのチーム的に、
この開幕前とかどんな感じだったんですか、ここいけんなみたいな。いや全然うまくいかなかった。そうなんですか。本当にそうなんですか。びっくりするぐらい。へえ。だって2試合目で負けてますもんね。そうそうそう、2試合目で負けて、はい、で前者の予選も負けたんだよ、長野県予選で。えそうそう、そうなんですか。だからもう前者でも無理じゃん。はい、うん、リーグ優勝しかないですね。でも第2節で負けてるじゃん。はい、崖っぷちよね。いや本当そうっすよね、うん、そこからかな、結構みんなスイッチ入った。そう、せいやさんが8年間いてのベストゲームを聞きたいと思います。はい、ズバリズバリいつでしょうか。優勝した年の、はい、アウェーの福井戦。はい、その時はまあサウルコスか。そうですね、サウルコス福井戦。はい、2016年の、はい、ちなみにこのアウェー福井戦の位置づけはどういうあれだったんですか。この試合に勝ったらとかなんかあったんですか。試合に、はい、福井にその試合に勝てば俺らが1位になる、首位になるっていう、はい、もう直接対決だったわけですね。最初に一つ残してたけど、はい、もう本当大一番、はい、っていう試合だった。しかもアウェーですからね。アウェー2000人ぐらい入った気がする。マジっすか。そう、福井の竹富、はい、竹富東ね。そう、そこ2000人入ったんですか。そう、ドアウェー。いやもうそうですよね。だけどうちのクラブも、はい、確か観戦ツアーみたいなのやって、はい、バスで、はい、来てくれて応援に。そういう後押しもあった。ちなみに何対何ですか。1-0。おお、あれっすか、あれか、ケイさんか。そうそうそう、見ました。この試合はね、はい、確かに試合雨でピッチ結構ぐちゃぐちゃで、はい、俺たちが今までやってきたそういうつないでつないでってポゼッションサッカーは、はい、もうできないだろうっていうグラウンドだったから、はい、とにかく勝つっていう、もう何が何でもどういう形でも点決めて、球際で負けない、はいはいはい、戦い、本当の戦いっていう感じだった。いいっすね。前半に点を決めましたよ。前半結構早い時間で決めて、はい、そこからじゃ結構押される時間の方が多かったですか。我慢の時間というか、そんな押されてはなかった気がする。どっちもどっち、俺らも別にそんなチャンスなかったし、はい、まあ、ピッチもあれだったから、はい、本当一進一退って感じで。へえ、それ勝った時どうでした。でね、俺泣いたんだよ。マジっすか、うん、マジで。ゲームの内容も本当に気持ち入ってたから、はい、その分自然に。いいな、俺この時まだジャパン1年生ですから。そうなの、はい。アルティスタの存在は知ってたの。いや、俺ね、これアルティスタなんて読むんだろうと思ったでしょ、ずっと知らなかったっす。トーミって読めないんですよね。知らない人は読めないかもね、はい、だから全然、だってホークスの、あ、ちょ、話がずれるんですわ。あ、ごめんごめん、はい、つい入っちゃった。はい、で、この2016年アウェー福井で勝って、うん、で、その次のその最終節ですよね。で、富山新庄に 10-0 ですか、勝って優勝。何年目、1、2、3、4、5年目ですね。5年目。やっぱ嬉しかったですか。嬉しかったね。じゃあちょっとその初めて出たチケツの話も。ああ。どうでした、チケツは。チケツはすごい楽しかったね。ああ、やっぱその北信越リーグにはいないチームじゃないですか。ああ、レベルとかも全然違うし。ああ、だってカリアと、コバルトーレ、あ、そうか、あと水島。ああ、水島だってこれ2勝1敗で、そう、上がれなかった、上がれなかったんですもんね。びっくりしたよ。びっくりですよね。だって普通その、だって先に2勝してるわけじゃないですか。そうそうそう、2勝同士でやったからね、最後水島と。まあ引き分けでもよかったから、はい、その時はまだ PK があったから。ああ、なるほど。いや、それショックですよね、うん、そうか。じゃあ結構レベル、だってその刈谷とかの試合も激闘だったじゃないですか。そうだね、刈谷の時も、はい、まあ、完全に向こうにボール握られるっていうのはもう想定済みだったから、はい、みんなで引いて、はい、カウンターっていう、は
なんかアルティスタ大事な試合、そのイメージの方がガチガチ守って、ガチガチ守って一発カウンターみたいな、そうだイメージがすげえある。やっぱ連戦、はい、じゃん。そうですね、3試合連続ですもんね。そうそう、勝って次の日にも試合がある、はい、ってなるとやっぱモチベーションはすごい上がるね。確かに、そうですね。で2日目勝って、はい、いや本当そうですよね、来たぞっていう、はい、で負けて、はい、でも負けた瞬間分かるんですか？いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。負けた瞬間、うん、だ勝たない、勝ちか引き分けじゃないとダメだったって分かってたからってことですもんね。そう、あ、虫ね。使う？使う。そうそう、周りの高い城のさ、はい、あ、ワイルドカードか。そう、はい、まあもちろん3勝すれば文句なしだったけど、はい、負けた場合得失点のこと考えると、はい、高い城の方が上のチームがあったから。うわ、そうなんですね。だから引き分けか勝ちじゃないと、はい、まあ、上がれないっての分かってた最初から、はい、だってそれもまあ後でそのベストゴールで話しますけど、うん、2-0 で負けてて試合終了間際に決めたんですもんね。あ、違う、 2-0 で負け前半ポンポンって PK 取られて。あ、そうなんですね。あ、じゃあ前半2-1やったってこと。そう、前半の最後にフリーキック決めて。もったいなかったっすね。もったいなかった。そうか、はい。じゃあちなみに私のベストゴール、ベストゲームは2010去年の、前者北信越予選の福井戦です。覚えてますか？ベストゲーム、ベストゲーム、俺のね。ああ、ベストゲーム、はい、覚えてますか、あの試合。覚えてるでしょ。忘れてたらやばいでしょ。まあ去年ですもんね。ああ、いや、あの試合ベストゲーム、ベストゲームですよね、やっぱり。アクシデントあったじゃないですか、タマ、はい、さん、タマ、はい、さんじゃねえ、タネさんね、タネさんが怪我しちゃってとかがあって、で、やっぱ 3-0 の試合って怖いじゃないですか。もういいですって。さっきのやつ。3-0って怖いじゃないですか。そう。で、大体 2-0 は怖いって言われるじゃん。はい。3-0 はもっと怖いじゃないですか。もっと怖いね。で、後半2点決められてね。うん。3-2までいかるんですよね。うん。で、めちゃくちゃ押されててね。そうそうそう。で、本当にロスタイムでしたね、あれはね。うん、今はいないけど山田哲也。ね、あのミドルね。素晴らしかった、素晴らしかったっすね。俺は…あの試合ね、PK 決めてね。俺が好きなのは2点目のあのコンさんがこう斜めに出す時のせいやさんのあの、あ、抜いたやつ、はい、中盤で抜いたやつ、気持ちいい、あれ気持ちいいの、あれ気持ちいいっす。やっぱそこ見るせいやさんって感じ、そこ見るってあんまいないよ。あ、本当っすか。 あれせいやさんって感じっす。そう、はい、入れとく、入れてください。はい、今2人のベストゲームをですね、はい、発表しましたが、